共通テスト対策、センター試験過去問、勝手に解説しています。今回は1998年の本試験です。新菊、草食の竜は、やぶをかうるを憎まず。水性の蟲は、水をかうるを憎まず。その次は、ですね、傍線部1なので飛ばしますね。これを知る者は、もって兵を用いうべし。私は聞いている。草食の獣は、やぶが変わっても動じないし、川や湖に住む生き物は、川や湖が変わっても動じない。小さな変化があっても、大きな生き方を失わないからであると。このことを理解する者は、戦争をしてよい。まあ、戦争が上手になると、上手であるということですね。それで、傍線部1なんですけども、まあ、ちょっと長いんですが、これはですね、まず、注目するのが、ですね、4字目の、ですね、あれです。接続詞ですね。これ、思考してと、文頭にあれば読むんですが、文中になると、てとか、もというふうに読んで、それ自身は読まないというですね、そういう接続詞ですが、その接続詞の上に V1 がある。その下に V2 がある。ということですね。ですから、ですね、基本的には V1 して V2 すると。まあ、意味の上から今回は逆説なので、V1 するも V2 すと。で、いうことです。そして、ですね、失う、V2 の上側には否定語があり、あり、ある、ありますね。そして、ですね、小変とその対乗というですね、これはそれぞれ V1 の目的語が小変で、V2 の目的語がその対乗ということです。ね。で、最後に断定があるということなので、ですね、小変を行うも、その対乗を失わざるなりというふうに読みますね。何となればすなわち、それ、兵を用いうるの方、いわゆる上あり、いわゆる辺あり、十なればすなわちこれを囲み、五なればすなわちこれを攻め、適せざればすなわちこれを逃るるは、兵のいわゆる上なり、顔をもって衆を覆すは、兵のいわゆる辺なり。なぜなら、そもそも戦争のやり方はいわゆる情動があって、いわゆる奇策がある。敵の10倍であれば包囲し、5倍であれば攻撃し、敵より少数であれば逃げるというのは、いわゆる常道である。少数で多勢を倒すのは、いわゆる奇策である。傍線部1ですね。これ、なんとなればと、なんとなればすなわちと読むんですが、すなわちはですね、これ、レバ速で、上側が、ですね、条件説ですよという意味を表すだけのことです。それ自体意味ありません。ですから、ですね、何となればという意味のものを選べばよろしいということですね。それから、傍線部2ですが、適せず、ね。この適は匹敵の適です。いにしえのよく兵を用いる者、よく顔をもって衆を覆すといえども、獣医五行の道、いまだかつて、揺るがせにせず、いわゆる小変を行うも、その退場を失わざるなり。昔の兵法家は、少数で多勢を倒したけれども、10倍なら囲み、5倍なら攻撃する方法を軽んじてたことがない。いわゆる小変を行っても、退場を失わないというものである。それで、傍線部 A ですが、ですね、古のですね、兵を、よく兵を用いる者は、ですね、の考え方ですね、
これはまあ、もちろんその小辺と対上ですね。どちらを重視するか、ね。ということですね。ですから、対上の方をですね、重視してるんですよということですね。次いきます。昔、紳士公、理心に説いていわく、我、敬意を取らんと欲す、将軍はかるに幾ばくの人を用いてたるやと。理心いわく、20万人に過ぎずと。また、王翦に問うにいわく、60万人にあらざればかならずと。始皇、秦をして敬意を討たしむ。昔、秦の始皇帝が、李信に尋ねて言う。私は、敬、これ、その国ですね。を征服しようと思うと。将軍が見積もってどれほどの兵を用いると十分ですかと。李信が言う。20万人あれば十分ですと。さらに、王翦に尋ねた。答えて言う。60万人でなければなりませんと。始皇帝は、李信に、敬意を討たせた。傍線部 B ですけども、ですね、これ、7字を読みなさいということなんですが、まずね、この、上側、一番上の、測るというね、読みますが、それが、ですね、全体の、ですね、V であるんですね。そしてその目的語が、後の6字になっているということを、理解しましょう。そして、その、ですね、6字、これ全体で目的語なんですが、目的語のこの6字の中に、注目するのは下から2字目のですね、接続詞です。先ほどもありましたが、で、その接続詞の上に V1 があって、接続詞の下に V2 がある。V1 して V2 すということです。で、ですね、V1 の目的語が、幾ばくの人という、この3字になる。ね。ということで、ですね、幾ばくの人を用いて、たるかを測るというふうに、ですね、読みます。まあ、測るを下から読むのが大変やから、先にね、測るにと、訓読では読んでいますけども、ですね、意味としては、下6字を測るということです。それから、傍線部2ですけども、これは、ですね、上の5字ですね。60万人にあらずというのと、下の2字、ですね、かならずの関係ですが、ですね、上の5字が条件説。下の2字が、それを受ける主説と考えます。すでにして軍敗れ、また戦を使わんと欲す。戦曰く、大王必ずやむを得ずして、信を用いれば、60万人にあらざればかならず。ね。秦の始皇帝のことを大王と言っています。始皇帝になるのはですね、天下を統一して以降のことなんですね。ですからまだ秦王、この時は秦王なので大王でいいんですね。で、後に始皇帝になった、ですね、なったから、この時は始皇帝でないけども、もう、ですね、始皇というふうに呼んでます。これに従い、ついに、敬意の地を平らく。それ、王翦兄、将をもって州を打つの利たるを知らざらんや。もって、小辺は頼むべからず、退場は失うべからずとなせばなり。この持ってためというですね、持ってなすというですね、この二字は、熟語訓でね、思えらくというふうに読む場合が、読みます。私だったら、思えらく、小辺はうんぬんかんぬん、退場は、失うべからざるなりと、というふうに、私だったら読むんですけどね、出題者は、多分、この、なせばなりと、このなりが、ですね、まあ、理由としてですね、読ませたいがために、まあ、あえてですね、こういう読みをされたんだろうと思います。
すでに戦いに敗れ、今度は戦を用いようとした。戦が言う。大王がやむを得ず、私を用いるのであれば、60万人でなければなりません。と。始皇帝はその通りにした。そうして、ケイの地、その国ですね、を平定した。そもそも王翦がどうして少数で多勢を打つことの効率性を知らないだろうか。知っているはずだ。将兵は頼んではいけないし、退場は失ってはいけないと思っていたからである。ボーセム氏とデーですね。李信が負けて王翦が勝ったのはなぜかと。ですね。それは李信が20万でいいと言った。王翦は60万に必要だと言ったですね、ことによります。それから、ボーセム E ですが、ですね、ですね、この解釈なんですけども、兄、シラ、ザランや、ですね、兄が、反語ですね。反語というのは打ち消しと一緒ですわ。で、不というのも、これ打ち消しですね。だから、二重否定なんですね。二重否定は強い、肯定なんです。だから知っているということになります。それから、理というのが効率が良いというですね、意味になります。この二つの条件を満たすものを選んだらよろしいということですね。それから、問いの6ですが、ですね、将兵が頼むべからず、頼んではいけない。退場を失うべからず、頼みなさいという意味ですね。その、に従った考え方をですね、選べばよいということです。最後に、正しい答えと配点を、示しておきます。お疲れ様でした。